どうも皆さん、こんにちは。ワームビクトリーアヘガオダブルピース龍です。さあ今日はですね、令和シリーズということで、レイノウチ、カズヤデッキやっていきたいと思います。令和シリーズ結構ご好評をいただいておりまして、嬉しい限りなんですが、令和のカードプールで、そのキャラクターの、キャラクターっぽいデッキを組んだらどうなるかっていう、そういうコンセプトのデッキですね。で、レイノウチカズヤデッキはですね、令和版レッドアイズデッキです。リンクス版の。楽しいね、レッドアイズデッキって。ちょっと早くね、修学旅行のお土産が欲しいんだけど、ファングが。結構、やっぱ強いなって思ったのやってて、これやっぱ強いね。レッドアイズベビードラゴン、意外と強い。やっぱり。ベビードラゴンで、これ戦闘破壊されるとデッキからレッドアイズモンスター特殊召喚して、こいつ装備できるよということで、こいつ相性がいいんですよね。やっぱこいつを活躍させられるっていうのが、こいつのいいところ。ベビードラゴンの。これやっぱシナジー噛んでるなっていう。で、レッドアイズギアフリードは、装備したカードを破壊すると、相手の魔法トラップ破壊できるし、こいつ破壊されると、デッキからこれ持ってこれるんで、相性がいいですね、非常にね。で、レッドアイズとインサイトとフュージョンがいっぱい入ってるんで、引けるかなっていう感じなのと、ガーディアンの力とか、この辺の装備カードになるカードはいっぱい入れといて損はないかな。こいつのコストっていうか、装備して、対処体制になれるので、ね。で、ギアフリード入ってるから、このダイナマイト、クスタリスダイナマイト。これ装備して、ギアフリードで破壊して、魔法トラップ破壊しながら、さらに、ダイナマイトの効果でモンスター破壊できるんで、1枚で今剥がせるっていうことで、強いですよと。で、リミット2枠ちょっと迷ったんだけど、コンセントとかいろいろ候補あるんだけど、やっぱメネコンが一番強いかなと、思ったので、解決力、盤面解決力が高いかなと思ったのでエネコンにしていますと。で、やっぱコズミックサイクルがねないとちょっと、ブラックマジシャンとかあたりに勝てないかなと思うので、これ入れると。で、あとはこういうの入れていくと、大体ちょっとね、デッキ30までになっちゃうんだよね、レッドアイズって。ちょっとね、20枚に収めんのね、俺の能力では無理では。で、スキルなんですけども、俺持ってないんですよね、この、こいつの、スキル持ってなくて、城之内のスキル。今ね、スキルどんな感じになってるかっていうとね、城之内のスキル。こんな感じなんだよね。全然持ってないんだよね。本当はこのあたりが一番いいんじゃないかな、みたいな、思うんですけども、マジで持ってないから、とりあえず根性にしてます、今。これ何でもいいっす、正直多分、スキル。なくてもいけるけど、絆の力とか、そっちの方が一番なんか無難なのかな。そんな感じで、レイノウチ、カズヤデッキをね、ぶん回していきたいと思います。デュエル、スタンバイ。いくぜー、根性とかいうスキル使っていっかな、俺。レッドアイズ変化みたいなスキル落ちねえんだけど、どうしたらいい。あのスキル欲しいんだけど、そろそろさ、スキル金で買わしてくんねえかな。そろそろスキル金で買わしてくんねえかな。一回、コズミックサイクロンでちょっと当てずっぽでちょっと除外するわ、一回。これなんか、これでしょ、大体大事なやつは。そこの人としような、マジで。で、レッドアイズフュージョン、一回様子見てぶちかましていきましょう。レッドアイズフュージョン、レッドアイズフュージョン。で、こうしていく。ラバゴニーだけは警戒しないといけないんでね。それがちょっとね、めんどくさいんですけど、とりあえずレッドアイズ。てか、これ冷静に考えたらさ、これあれやん。DSOD ワールド版だけど、ジョーノジが。これ、原作、これ原作では。これ原作再現じゃん。これ原作じゃねこれ。これ原作や。うっとうしいわ。めちゃくちゃうっとうしいわ、あのカード。くっそー。マリック、今からてめえをぶちのめしてやるぜ。城之内僕のマリックのモノマネ、世界一に似てないって言われてるんで、すいません。最強カード来た。ギアフリード召喚していく。ギアフリード召喚していく。で、鎖付きダイナマイト、鎖付きダイナマイト、バッチコーン。で、ビアフリードの効果を発動。装備カードが装備された場合、そのカードを、破壊し、魔法トラップカードを破壊できる。さらに、鎖付きダイナマイトの効果が発動。効果で破壊された場合、相手のカードを1枚選んで破壊できる。バチコーン。あれ、これ強すぎなんじゃね、これ。これはカイトロイドがあるかどうか。ない。リターンオブレッドアイズ発動。バチコーン。
レッドアイスブラックドラゴンを特殊召喚するぜ。こいつが俺の切り札にして最強のカード。レッドアイスブラックドラゴン激レアモンスターだぜ。いけダークメガフレア。マリク、あの時の借りは返させてもらったぜ。おっと、レイノウチカズヤ、レイノウチカズヤ VS レイノウチカズヤ、これレイノウチカズヤか、レイノウチカズヤデッキか、これはなのデッキや。相手はやっぱあれだよね、あのジョーウチイケメンだなDSOD ワールドのジョーウチめちゃくちゃイケメンやわ、かっこいいもん。全然レイノウチカズヤじゃねえじゃん。なんだよサイレントマジシャンって、それ遊戯のカードやろ、パクってきたんか。押し置きするしかねえようだな、ミネルヴァ。なるほど、ああ、多分クインテッドマジシャン系ですかね、多分クインテッドマジシャン系な気がするな。でミネルヴァ OK、 ミネルヴァでゴリゴリ肥やしていく。まああとは、相手がやりたいことはまあ大体分かってるんで、まあシンクロモンスター立てながら、マジカライズフュージョンでクインテッド出して全部壊してあのワンキルするっていうパターンだと思うんですよ。キューマのシルベ、はいはい、でサイレントマジシャン、サイレントマジシャンの8を回収していく。でサイレント、トワイライトロードソーサラライラを召喚でリリースサイマージ OK、OK じゃないけど OK あんまり OK ではないけど OK。 ガーディアンの力、そういう時はねもうこれやるしかないんじゃない。もうね、あのどうせインサイトからのフュージョン止められると分かってるんで、これはね人掛けギアフリード鎖付きダイナマイトにかけるしかない。鎖付きダイナマイトは装備状態で、破壊されると一応効果発動するんですよ。オッケー、来た。でレッドアイズベビードラゴンの効果発動、いけ。レッドアイズギアフリード守備表示で特殊召喚し、さらにギアフリードの効果を発動。レッドアイズベビードラゴンを僕が落ちぼちに送られて、ブラックメタドラゴンが手札に加わるぜ。で、あとは鎖付きダイナマイトであれを破壊するしかないから、俺はガーディアンの力めっちゃきた。鎖付きダイナマイトの効果を発動、ギアフリードに装備し、さらにギアフリードの効果、鎖付きダイナマイトを墓地の振り、貴様のフィールドのカードを1枚破壊させてもらおう。そしてサルトマジシャンレベル8が手札から出てくる、いいだろう。手札から出てくるのはいいだろう、そのぐらいは許してやろう。3500、そしてレッドアイズインサイトの効果を発動。俺はデッキより最強カードレッドアイズフュージョンを手札に加えるぜ。そして手札のマジックカードレッドアイズフュージョンの効果を発動、ブラックマジシャンとレッドアイズの魂を埋葬し、現れよドラグーンオブレッドアイズ、間違えた、レッドアイズスラッシュドラゴン現れろレッドアイズスラッシュドラゴン、さらにブラックメタルドラゴンをレッドアイズスラッシュドラゴンに装備、さらにガーディアンの力も装備。うわぁ、ガーディアンの力1枚でいいか。でバトルフェイズに行くぜ、おらー、じゃーダークスラッシュメガフレア、よし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 、オーケー。で短縮、あとは相手がマジカライズフュージョンを打たないことを祈るのみ。頼む、マジカライズフュージョンだけやめてくれ一応念のためにガーディアンの力は一枚温存しておいた、吹き飛ばされてもライフが残ればなんとかなる。頼むやめてくれ、ゾーノウチゾーノウチやめてくれ。いやめっちゃいいんだ、あああ4号も突破できないんだよな俺、4号突破できないんだって打点で、これきついわ。1、2、3、4、5種類、うわー最悪や。レッドアイシャン、ガーディアンの力の効果発動しても意味ねえんだよなこれ、意味ねえんだよな、何の意味もねえんだよなこれ、破壊しない方がいいよなこれ、これガーディアンの力破壊しないじゃないや、あのガーディアンの力で守んない方がいいよな。吹き飛ばされて、で、レッドアイシスラッシュドラゴンの効果発動、レッドブラックメタドラゴンの効果も発動、レッドアイズカード持ってくる、これであのレッドアイズファング持ってきたいんだけどファングがないので、レッドアイズベビードラゴン持ってくるぐらいしかないわ。フュージョン一応持ってくるか、
まあ、インサイドの方がいいか。インサイドだったら何でもアクセスできるか。インサイド持ってくるか。インサイド持ってきても解決できないけどね、この盤面を。4500ってね、俺突破できないんだよね、そんな簡単には。ワンチャンその、このブラックメタルを殴らないみたいな、よくわからんプレイングしてくれるんだったら、ワンチャンあるけど、で、やば、無理そう。無理そう。無理そう。あ、なるほどですね。4-3で、あ、ミカエルですか？ミカエルですか？なるほど。おー、無理だよ。なんでそんなことするんだよ。どうして？やっぱクイーンテッドマジシャンってめちゃめちゃ強えな、このモンスター。このモンスターめちゃめちゃ強いわ。最強の魔法を使うモンスターやわ。結構出しやすいですね、あのマジカライズ。あ、エヴァリンなんだ。へえ。ミカエル入った。生きたな、なんか生きたわ。なんか生きた。謎に生きた。それを殴られて、で、それも効果発動して、で、これ耐震制限がないので、それベビードラゴン持ってきて、効果で破壊されないモンスターの4500は、レッドアイズデッキだとそんなに突破できない。できる手段がないから、レッドアイズスピリッツが来た。レッドアイズスピリッツが来た。で、レッドアイズインサイトを打っていく。レッドアイズインサイトを打ち、これを圧縮して、これを圧縮してレッドアイズのなんかかっこいいやつ持ってくるしかない。レッドアイズフュージョン持ってきていくしかないんだよな、多分。なるほどね、なるほど。レッドアイズフュージョン持ってくるしかないか。これ何持ってきても、何持ってきても負けなんだよな、これ。何持ってきても負けなんだよな。何持ってきても負け。選んで除外、選んで除外とさ、選んで除外とさ、選んで除外とさ、なんか4500の戸建てだったらさ、レッドアイズってこれどうやって突破すればいいの？え、意味わからないんだけど、どうしたらいいの、これ。とりあえずこれはもうエヴァリの的にするしかないよ。撃つ必要あるかって言われると、ちょっとデッキ屋敷のためくらいしか意味ないけど。で、まあそれはいいんだ、別に。それはいいんだよ。で、一応エヴァリーだけ殴っといて、魔法使いの数を1枚だけ減らすっていうプレイングだけはしておこう。で、レッドアイズギアグリーンの装備して殴って200ダメージで、ターン終了してエヴァリーが戻ってきて、スラッシュドラゴンが選んで除外されて、さあ俺の盤面はレッドアイズベビードラゴンしかいねえぞ。でも裏趣味やなんとか入れるはずだ。頼む、なんか奇跡起きろ。これ何引いたら俺勝てんだ。もうこれサレンダー案件か。レッドアイズスピリッツで何を蘇生したらいいかって始まるよね、これね。それはもういいんだよ、もう。そんなことはどうでもいい。だから、あとは、俺は、そうだな。それはいいんだ。それはいいんだ、別に。で、ベビードラゴンの効果によって、一応、あ、リクルート、いねえ。エネコンか。エネコンか。エネミーコントローリングか。エネミーコントローリングはワンチャンあるか。エネミーコントローリングはワンチャンあるんじゃないか。レッドアイズスラッシュドラゴン蘇生して、でガーディアンの力つけて、エヴァリーを殴って、で、エヴァリー殴って1体になって、エネパク4500、エネパク4500じゃない、これ。これ防御が落ちなかったからいけるんじゃない。これなんか奇跡起きたんじゃないの、俺。もしかして奇跡起きた説。狡猾狡猾。あ、そっちなの。え、今のクインテッドさ選んだらいいんじゃないの、相手。今これ、これ勝ったんだけど、なんか勝ったなんか勝った、やった、奇跡起きた、勝った勝ったなんで勝った俺。さあ、お相手の方、絶対運命力、絶対運命力ちょっと苦手なんですよね。なんかあいつらやっぱさ、その強欲な壺2枚積んでるのおかしくないですか。強欲な壺2枚積んでるの俺おかしいと思うんですよね。どう思いますか皆さんは。あのカードさ、やっぱちょっと、まあでも一応、まあスラッシュドラゴン、スラッシュドラゴンじゃねえや、トレーサーがいるんで、まあスラッシュドラゴンが破壊されても一応戻ってくることはできるかなって感じはしますけども、
だからまあ相手のこっちのバトルフェーズ入って破壊されてトレーサーの効果発動するみたいなことはできるかもしれないね。だからそれをちょっと狙っていきましょうか。多分勝ち筋損壊しかなさそうな気がする。カップやめろ、カップカップやめろ。ツインバレル、くせえな。それはいいわ、それは戻ってくれる、大丈夫。スラッシュは戻ってくれる。でこれ2回使った、これ2回使った。これトレーサーはまだ使わない、トレーサーはまだ使わなくてよくて、でカードをセット OK で、セット OK、 賛成。伏せ多すぎるんごね、伏せが多すぎるんごね、伏せが多すぎるんごね。それはとりあえずスピリッツでスラッシュ蘇生、まあスラッシュ蘇生ですよね。でここで一応対象に取れないっていうなんかことにしたいから、ガーディアンの力かブラックメタルが欲しいな。あー、ベビードラゴンあんまりいらない。まあでもまあ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 、まあ、悪くはない、悪くはない。でこれで、自爆特攻しに行こう。でこっちで殴ってスラッシュドラゴンの効果も発動していく。でレッドアイズギアフリードを装備していきながら、レッドアイズベビードラゴンで自爆特攻し、ギアフリード出し、ヘッドチャッチング、やばいぞ、コインを当てないといけないぞ。ギャンブラーは、表しかどうなってんだ、やばい、これ何、これなんで、どうして、どうしてちょっと待って、おいレッドアイズ、俺を裏切るのか。さあヘッドマンジャッジングとかいうカード強すぎませんかね。このカード、このカードガチで強いわ、やばいわ、やってること普通に心変わりだもん。